富士のウェーブ。富士のウェーブは日本の競争馬である。主な勝ち倉は JBC スプリント東京ズキ。2004年9月に笠松競馬場でデビューし、デビュー戦で初勝利を挙げる。しかし続くジュニアクラウンでは出走登録を行ったが取り消された。2005年、この年4戦目でデビュー以来2勝目を挙げる。続く 中央競馬初出走となった阪神競馬場での3歳、上500万下では、11番人気ながら3着となった。大井競馬場への初遠征となった黒潮坂月では、ボンネビルレコード欄に破れ6着だった。その後、高橋サブロー級者へ、天馬屋することになった。天馬屋後は3連勝をするなど5 0 3勝という、成績だった。2006年、 この年の初戦は2着だったが、その後7連勝を記録した。この年は前走1600メートルから2000メートルまでのレースに出走している。2007年の初戦は2005年年末以来のスプリント戦に出走し、勝利、そこからマイルグランプリまで連勝し、前年からの連勝を10まで伸ばした。ダートグレード競争初出走となった先玉灰で、 名称バトラーらに敗れ4着で連勝がストップした。続く、帝王賞では11着という大敗の結果に終わった。帝王賞後は、馬インフルエンザの影響で予定が狂ったが、第7回 JBC スプリントでは7番人気での出走となった。道中最内で4番手につけ、そのまま直線に入ると、残り100メートル付近で前を行く馬を差し切って勝利し、 同レース地方は初制覇を成し遂げ、ダートグレード競争初勝利を挙げた。ウマインフルエンザの影響で延期となっていた、アフターゴスターショーでは、先に抜け出したベルモントサンダーを捉え切ることができず2着に敗れた。2008年、中央 g i のフェブラリーステークスに出走するが12着だった。続く柏記念は、ボンネビルレコードの4着に敗れた。 安城が乗り換わりとなった先玉杯は豪着だった。4ヶ月ほど明けて出走した秋初戦の東京杯で昨年の JBC スプリント以来の勝利を挙げた。自走、JBC スプリントでは昨年の覇者として出走し4番人気に押された。出足がつかず道中10番手を追走し三コーナー付近から押し上げていったがそのまま前に届かず7着となった。 その後、この年新設されたカペラステークスに出走した。大いに天馬増やして、以降、輸送のある重傷で馬券に絡んだことはこれまでになかったが、このレースで初めて3着に入った。2009年、中央議員のネギシステークスに出走するが9着だった。東京シティズキでは一番人気に応えて解消した。続く、東京スプリントでは一番人気に押されたが、 最後の直線で伸びず3着に敗れた。休養を挟み、連覇がかかった、東京坂月に出走したが、5着に終わった。続く、JBC スプリントも5着に敗れた。続く、カペラステークスでは終始後方のまま12着と、大敗した。2010年は1月13日の船橋記念から、始導したが2着に敗れた。続く2月2日に行われた、 準重賞のウィンタースプリントでは勝利を収めた。自走は3月3日に行われた新設の重賞東京スプリング坂月に出走。一番人気に押され、前走に続いて金量が 59kg での出走だったが、3コーナーから最後の直線にかけて前を捉えて最後は4馬審査をつて解消し20勝目を上げた。4月7日の東京スプリントでは、 中段待機から直線外から追い込んでくるも届かず2着に、敗れた。5月5日の柏記念では、中段追走から伸びあぐねて7着に終わった。2011年は1月19日の船橋記念から、指導したが5着、続くウィンタースプリントでは4着に敗れた。3月9日の東京スプリング杯では3番手追走から、直線で抜け出して、連覇を達成。 4月20日の東京スプリントでは10着、6月1日の先玉杯では後方から追い上げてくるも7着に敗れた。その後、8月30日のアフターゴスター賞に出走予定だったが、左前足の在死のため競争除外となった。11月2日のマイルグランプリでは2着だった。続く、ロイヤルカップでは3着、12月23日のゴールドカップでは9着に敗れた。 2012年3月7日の東京スプリング杯では道中高一位追走から直線でさらに足を伸ばし2着に3馬進半差をつけ3連覇を達成。10歳馬の重賞価値は南関東競馬では初となった。4月18日の東京スプリントでは中断待機から直線ではバグンを割るように伸びてきたが聖クリムズンの2着だった。8月のアフターゴスター賞は7着。 10月のマイルグランプリは3着に終わった。東京スプリングズキに優勝し、同競争4連覇を達成。続くアフターゴスター賞で12着に敗れ、競争後に右第一施設手指骨剥離骨折、手指骨人体炎が判明し引退した。引退後は、大井競馬場で誘導馬を目指す予定であったが、2013年10月23日、 巨勢手術中の不慮の事故の試し去。これを受けて、東京シティ競馬は、同馬の功績を称え、東京スプリング杯を2014年度より、富士のウェブ記念と改めることを決定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。